皆さんこんにちは、松岡美里です。松岡と遊ばせの YouTube 版ということで合ってるんでしょうか。松岡と遊ばせ、私の一人しゃべりラジオが始まったわけなんですけれども、なんか最初はすごい緊張してたんですけど、なんか2回目から本当に楽しくなってきて、ね、拙い部分ももちろんいっぱいあるかとは思いますけれども、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなっていうふうに思います。はい、あとね、あの松岡と遊ばせの中でね、松を噛むなっていうコーナーがあるんですよ。私が占い好きなんで作ってもらいました。どんな感じにやってるかっていうのがね、ちょっとみんなに見せたくて、このカードをシャッフルして、結構いっぱい書いてくれてるの。こうやって7文字の言葉見えるかな、いろいろか、これは何だろう、まだ諦めずとかカタカナでね、だから私多分片言になっちゃうんだろうね、ラジオで喋るとき。これをシャッフルして、でこうやってチュンチュンチュン、トロン2枚って感じで引いて、これは何だろう、あ、希望の形と思いを乗せて、これなんか出たかもね、本編で。こういう感じでちょっとあの2枚シャッフルして引いてみて、インスピレーションで私がちょっとみんなにスピった言葉を伝えられたらなと思ってやってます。あのこの言葉を胸に生きてる人は本当にいるんだろうか。どうなんでしょうか。でも少しでもね、皆さんのあの手助けになれたらいいなと思って勝手に占ってます、みんなのこと。まあ、こんな感じであの本編ね撮っていっておりますので、そちらの方も見てほしいし、あとこの YouTube もね、あのゆるゆる更新していくみたいなので、そちらもお楽しみに。ということで、また遊びに来てねー。